MLB、ドジャース6、2エンゼルス、日本時間4日、アナハイム、ドジャースへ移籍してもエンゼルス9にとって大谷翔平投手の存在は特別だった。3日、日本時間4日、エンゼルスタジアムで行われたフリーウェイシリーズは、大矢にとって移籍後初となるアナハイムでの公式戦。試合前には同僚が再会を喜んだ。 映像、凱旋した大谷翔平にエンゼル・スタジアムは拍手喝采、元同僚の神対応、2日米冠類慣れ親しんだクラブハウスのテレビにはエンゼルス時代の大家のプレーが映し出されていた、入って右側。 中央にある柱の手前だった大谷のロッカーはミゲルサの内野手が DFA となり現在は31歳の内野手ジャック・ロペスが引き継いでいた窮屈なクラブハウスで広報が久しぶりみんながいなくて寂しいよと冗談交じりに日本メディアに声をかけた大谷は2018年から6年間で2度の満票 MVP 史上初のダブル規定本塁打王など二刀流として数々の偉業を成し遂げてきた この日、4万4731人が詰めかけたエンゼル・スタジアムには赤い17のユニフォームを着たファンの姿もあった。チームメートも再会を喜んだ、かつてロッカーが隣で仲も良かったパトリック・サンドバル投手は、日本メディアがベストフレンド、大谷が来ているよ。と問いかけると、ベストフレンド、ベストエネミー、天敵、カモネとジョーク。 自身は6月にドジャースタジアムで行われた同カードで大谷との対戦直後に左腕を痛め降板。重度の屈筋断裂と内側側腹靱帯を損傷し、手術を受けて今期終了となっていた。天敵と言いつつも大谷の存在には感謝を示す。肘の手術後には、経過についてメールで相談をしたという。とても役に立ったよ。私の近くにいてよかった。 移籍後も親身になってくれる先輩だ